それでは、まず今回はこの読み手に伝わる公用文という本の内容をちょっと紹介します。はい、って感じで、まず、この本では基本的に公用文の中でどういう表現が分かりづらいかっていうようなものを まとめた本になっていて、今回紹介するのがこういう外来語や長い文章、外堀埋め立て構造、門切り型や、法律文専門用語っていったような内容が、分かりづらい表現として出ていました。で、まず外来語といって、本の中で紹介されてた文でこういうのがあって、見た感じでも外来語がたくさん使われているなっていうので、ちょっと実際にどれぐらい使われてるかっていうと、もう本当半分以上使われているやつだと、なんか見た感じではもうあんまり意味が分かりづらいなっていうのが感じると思います。で、さらにこの外来語の中で、まず一つの単語に注目して、まず、バックオフィスっていうのが、このデータとして認知度やとかが出てたんですけど、バックオフィスは国民全体では 18.1% しか認知されておらず、理解度になるとさらにもう 7.8% ということで、先ほどの文章を読んですぐに理解できるって人は、国民全体でもほぼ1割ぐらいしかいないというようなデータがありました。で、そういうのの言い換え案として事務管理部門みたいなふうな提案もあります。で、次に長い文章ですが、ちょっと文章を引っ張ってくるのが難しかったんで、結果だけまとめると、長い文章っていうと、読み手の方にも興味がないと基本的には読まれないので、 A4 1枚で収めたり、またはその工夫として箇条書きで一つずつを一文で収めるといったような感じで、どういうふうに短くするかっていうのは、無駄を省くので、説明が必要ない部分を考えると、省きやすいっていうような感じでした。で、次に外堀埋め立て構造っていうものですが、文章を説明するときに中心の部分を直接言うのではなく、その周辺を否定して、適正範囲を定めるっていうので、例えばこういう実際に使われてた文章で言うと、定期募金以外の申し込みには必要ありませんとか、航路によらない製鉄業等を除くといったように、その範囲を直接言うのではなく、その含まれない部分を否定して、どういう部分が含まれて、どういう部分に必要ですっていうのを説明するような文章ですね。実際もだから言い換えるとなると、上の文では定期募集の申し込みに必要であると、で、真ん中のやつは航路を使う仕事で、だけに当てはめるといったような感じですね。で、こういう外堀埋め立て構造を使うと、どういうところにが対象になるのかっていうのは、結局読み手側が判断しないといけないということで、あまり多用しすぎるとその読み手が負担になってしまうと。で、次に門切り型っていうのが、いわゆるメールとかの最初や最後とかに来る挨拶などの定型文といったようなもので、こういうのは基本的に伝達情報があまりないですけど、挨拶などがくっつくことで文章自体が長くなって、読み手が、どこの情報を取っていいかが分かりづらくなるっていうので、例として外国人がなんか挨拶の文章なども一生懸命に辞書で引いて、なんか最終的にあまり意味がないっていうのに気づくっていうような例とかも挙げられていました。で、次に法律文っていうのが、こういうように、例えば入園基準っていうと、昼間に委託外で労働することを常態としている場合っていうように、なんか見た感じで硬いっていうのが分かると思うんですけど、上の部分で、さっきの部分で言うと、結局意味的には昼間外で働いている人っていうような意味になって、
先ほどのこの文章の中の名詞だけを取るともう、昼間とか委託外っていうので全部で6個出てきて、で、まあ、そういうふうにその文章に含まれる名詞の数と文の硬さっていうのは相関があるそうです。で次に、まあ、専門用語っていうのは、まあ、いわゆるその専門の人たちしか基本的に知らないような単語なんで、まあ、認知度は低いっていうのもんで、公用文では法律文の単語っていうのが多いっていうのがあと多いそうです。でまあその中でも一応日本語教師による書き換え実験っていうのがあって、でその中でその日本語の複数の教師が全員一致で必要ないと判断した語彙っていうのが、まあ、このようにもしくはや参照要請異なる安否要する所ずる迅速といったような単語が挙げられていました。はい、てな感じで、まあ、今回分かりづらい表現というのがこれは、まあ、こういうものを紹介しました。はい、で参考文献というか、まあ、今回紹介した本がこれです。はい、以上で発表を終わります。